嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週金曜都市伝説のコーナー。おー、誰なの？ダルメで僕に誰なのそれ？モデルタモリです。タモリなんだ。バーチ似てる。いや似てねえ、サングラスかけてるだけだろ。今回も都市伝説の名人妖怪大童貞さんが妖怪大童貞です。やってくれるっていうこと。はいはいはい。それはあえて否定しませんよ。今は正式に滑ったという。やめろ。共通夢っていうのは聞いたことありますか？ない。ナスイン。共通夢。一緒に見る夢？あ、違うね。一生に一度人間が必ず見る夢。で、なおかつ普通の夢ってさ、すぐ内容忘れちゃうじゃん。はい。内容しっかり覚えてて、しかもその夢を僕も見たよ、私も見たよ、みたいな、もういろんな証言がある夢のことを共通夢って言います。その共通夢の一部として、転んだら死んでしまう村の夢というものをね、見るらしいんですよ。見たことない。見たことない。まだない。この夢の内容をね、まあ話していくと、夕暮れの田舎。まあこれだけ聞くと結構ほのぼのしてるよね。うん、まあ。夕暮れの田舎。でもこれ周りを見渡すと、青紫色の死体がグワーって、並んでる。並んでるというかもう横になってる、横たわってる。で、それでしばらくすると、着物を着た女の子が、数人自分のとこにやってくる。数人で、それでその着物を着た女の子が、ここは転んだら死んでしまう村なんだよって教えてくれるんです。で、それ教えられた直後に、その女の子の一人が転んでしまうんです。転んだと同時に、ギャーという悲鳴とともに、そこら辺の死体と同じ青紫色に変色していって、死んでしまうんです。気味悪いね。やべえ。もうだいぶ不気味だよね。うん、こっから先がね、結構個人差あるって言われてて、うん、まあ、ある人はその着物を着た女の子に追っかけられて逃げ回る。うわ、竹馬を無理やりやらされる。なんじゃそれ。まあ、結構ね、これでいろんなまあ証言があるんだけど、なぜかそこで転んだよっていう証言が一個もない。うわ、これもしかして。ってことは、これどういうことか分かりますか皆さん。うん、多分分かってるよ。分かってないんだけどね、俺は。分かってない。もう分かってないんかい。夢の中で実際に転んだ人は、死んじゃってる。そこで死んじゃうんです。証言がないんでね。はい。だからもしかしたら、睡眠中に亡くなる人とかは、うん、もしかしたらこの夢を見て、今揺れた。え、すげえ。何覚えてるね。じゃあ、風のね、揺れ方の揺れじゃなかった。今あれじゃん。うん、ちょい揺れじゃん。どこ揺れてんの？いや、俺の服。あれテレビのとこもなんか変だって。マジ？また光ったの？光ってない。なんか、肌色のところが動いてた。なんか誰の手なのかなと思ってこう見てた。あんな揺れが出てない。気持ち悪い。気持ち悪いね。お前の方が気持ち悪い。なんだその喋り方。そんなわけ。お前も気持ち悪い。やめろ。寝てる時に死んでしまう人っていうのは、もしかしたら、何よ。全く動いてない。本当だ。これやっぱりそうだよ。もうキモいって。なんか不規則で超気持ち悪いねこれ。なんなの。やめ、あんま触れないわいいよ。話す内容も話す内容だから。すげえ。初めて見た。光？うん。光見えた。すげえ。銀色みたいな。やめよ。ちょっと待って。無理。まあ行こう。睡眠中に死んでしまう人っていうのは。睡眠中に死んでしまう人っていうのは、もしかしたら寝てる時にこの夢を見て転んでしまっているとっていう可能性があるよね。そうだね。まあそうだよね。証言がないもんね。うん、まあこの話、元ネタが存在してて、みんな三年峠ってわかる？ああ、わかるよ。千年桜じゃなくて。千年桜じゃないな。AKB のあれ違う？10年だけだな。その三年峠ってさ、国語の教科書でさ、うん、やったことあるじゃん。ある。言えないっすよ。お、怒んない？覚えてない？全然。一回こけたら、三年後に死ぬっていう。え？三年峠めっちゃ怖くない？うん。めっちゃ怖いもん、俺。どんぐらい怖い？え、寝起きで和田アキ子が立ってる。怖いね。怖いわ、正直。怖い。小学生でこんなショッキング。見たの？見たよ。俺、じゃあ俺もやってる。そう、やってるってことでしょ。あれだもん。小学生の時あれでしょ、出席日数3でしょ。
2回違います。小学生にしては転んだら3年後に死ぬっていうショッキングな内容すぎて、うん、そうだね、これが脳裏に焼き付いて、この影響でこれに派生してこの夢を見るんじゃないかっていう説。あ、そもそもあとはそういうとこから始まった都市伝説。あ、そうそう、それ今言おうとしたのに誰かが作ってネットで広まってしまったと。広まったっていう作り話です。まあ要はそう、おかせだけど、夢とか研究してる専門学者が言うには、夢が暗示する事柄は未解決の謎である、これは高らかに主張してるんですよ。ということは、夢ってのはまだ現代の科学では説明できないことの謎がまだまだいっぱいあるわけ。あー、なるほど。だから転んだら死ぬ夢っていう一見ありえない夢でも、もしかしたらまだまだ謎が多いから、こういう摩訶不思議な現象が起きてしまうんじゃないかっていう説もある。皆さんもね、くれぐれもこの夢を見てしまったら足元にお気をつけください。信じるか信じないかはあなた次第です。なんでお前はそのポーズ、そしてお前はこの、これなんだこの C の逆みたいな、でお前はなんで顔笑いしてんだ、でお前悪癖やんだお前、悪癖じゃねえかお前何やってんだお前は、悪癖すなお前目の焦点合ってねえんだよ、うしーしーな態度じゃないんだよムカつく、もう映ってない、映ってない。というわけでね、今日話したこのお話、信じるか信じないかはあなた次第です。悪癖